あれワールドカップだっけ女子のなんかの試合でさ、アルゼンチン戦なんかの大会のアルゼンチン戦でずっとサイドの幅取ってる選手が位置高すぎてそこ繋がってないのにそこずっと改善しないで、で試合もあこれやばいなと思って、女森保的な感じだなって思ってますよね。でその後の試合のコメントでなんか自分の采配に非があるっていうより選手良くないみたいな、なんかそんなこと言ってて、あ多分これ僕なでしこ見出したらストレスの種が増えるだけだなと思って、あと戦で見ないとなんかそういう批判もしにくいしみたいな。それからなでしこはできるだけ見ないって決めたんですよ。今日知り合いとかからもう LINE で、なでしこのリアルタイム分析見たいですみたいな感じで言ってもらえて、ありがとうございます、でもこうでって今みたいな理由言ったんですけど、そんな感じで今日負けました。あ、そうなんだ。うん。まあそうですね。だからそういう、なんですかね、みんなが僕と同じ見方じゃないですから、こう日本だから応援したいみたいな、まあ、純粋に応援してるというか、まあ僕が邪推じゃないですけど、なんかそういう人たちにね、もっと夢を与えられるはずなのにみたいなので、まあ、僕が憤ってても世界は変わらないんで近づかないって感じですかね。どうなんだろうね、なでしこの監督さんというか、なでしこっていうか女子の監督さんって、昔ね、お姉ちゃんの旦那さんが体操でオリンピック当時その種目なかったら世界大会とか出てる人で、でいろんなところのコーチやってたんですよね。でそれで女子と男子の指導どっち難しいって言ったら、もう比べ物にならないぐらい女子って言ってて、一回嫌われたら終わりだって言ってたんですよ。でそれ以上は聞けなかったです。一回嫌われて終わったことあんのかなと思って。そのぐらい女子に関してはモチベーション管理難しかったり、あとネオザ学院に入ってくれたね、アメリカで女子の指導をしているコーチの子がいるんですよ。でその子に聞いたら、まず戦術いるのっていう段階から始めなきゃいけないみたいな、必要と思われてないみたいな、だからまず戦術をいるっていうことに対してこうちゃんと理解を共有しなきゃいけないっていうんですかね。それをして、で、あと言い方が、これハマるんだみたいな言い方あったって聞いたら、その子が教えてくれたのが、結構女子もゲームやるらしいんですよね、アメリカって。で、それで、ゼロトップ、僕が言うじゃないですか、ゼロトップってゼロトップの選手の質だけじゃなくて、ゼロトップに対して、降りてきて、相手のセンターバックがこう、ついてくるから、空いたスペースに入れる選手、この能力が重要だって言って、だから両ウィングとの組み合わせ。だからベンゼマが開けても両ウィング入ってかない間取りのキャラクターだとうまくいかないけど、メッシが降りても両ハイウィングが入っていく、ビジャとかペドロのキャラクターいるとうまくいくみたいな。だからゼロトップって両ウィングのキャラクターが大事なんだよみたいな。だからゲームでもそういうところでフォルスナイン設定するんだったら、ウィングにポジショニングだっけ、なんかそれがあと飛び出すみたいな、中へ切り込むみたいな、そういうにしとくといいみたいな言ったら、なんかすごい納得してくれて、試合でもそういう風にやるようになったみたいな話とかありますね。